皆さんこんにちは。今日はほとんどの女性がやりがちな超定番の脈ありサイン5選と題して、恋する女性なら誰でも絶対にやっちゃう脈ありサインを5つご紹介していきます。好きな気持ちがどんなに大きくなっても、女性としてはやっぱり男性から告白してほしいもの。自分から告白することはほとんどありません。とはいえ、大好きな気持ちを完全に隠すこともできないものなんですよね。なんとかしてこの気持ちを知らせたいと思うものなんです。そこで女性たちは脈ありサインを相手に見せることで、私はあなたのことが大好きだよ、早く告白してとアピールするんですね。今日ご紹介する5つの脈ありサインは、女性なら誰もがそれ私もやっちゃうと共感してくれるであろう定番中の定番ばかりを厳選しました。もし1つでも当てはまるものがあれば、あなたに好意がある可能性大です。ぜひ相手の言葉や行動を思い出しながら1つずつチェックしてみてくださいね。それでは今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、小さな変化にも気づく。好きな人のことって、どんなに些細な変化でも自然と目に入るもの。スマホが変わったり、新しいバッグを持っていたりするだけで、女性は一瞬で気づいてしまうんです。機種変したんだとか、そのバッグかわいいなんていち早く気づいてくれるなら、相手はその日だけでなく、いつでもあなたのことを見つめているということです。こういう小さな変化に気づくのは外見のことにとどまりません。なんか疲れてるみたいだけど大丈夫とか、もしかして何か悩んでることでもあるのなんて、内面の変化まで敏感に感じ取ってくれるなら、脈あり度はさらに上がります。好きだからこそ、小さな表情の変化にまで気づいてしまうんですね。興味がなければ、それがどんなに大きな変化であっても、わざわざ本人に伝えるなんて面倒なことはしません。そもそも気づくことすらないかもしれませんよね。特に内面の変化はそのまま、実はこんなことがあってなんて立ち入った話に発展しないとも限りません。面倒なことに巻き込まれたくないという心理が働いていたら、絶対に自分から声をかけたりはしないものです。相手があなたの些細な変化に気づいてくれたり、体調や気持ちの変化まで察知してくれるようなら、脈ありに違いありませんよ。2、体が触れても避けない。これも定番中の定番ですね。そもそもなんですが、女性は興味のない相手とはうっかり体が触れ合ってしまうような距離まで近づくことはありません。ですから、相手のパーソナルスペースに入ることができているということは、それだけでもかなり信頼されている証拠ですが、ここからさらに踏み込んで、実際に体が触れ合った時に、それが信頼なのか恋心なのかがはっきりわかるんです。相手と肩が触れ合ったり、膝がぶつかった時にさっと避けるような素振りを見せないのなら、これは間違いなく脈ありですよ。女性も好きな相手とはスキンシップを取りたいと思っています。ですが、相手への行為が真剣なものであればあるほど、自分からグイグイ行くことはできないんですよね。遊び目的の軽い女だと思われたくない、恥ずかしすぎて自分から行けないという気持ちは、あなたへの気持ちが本物だからこそ。ですから、あなたの方から不意に体に触れられた時は、内心嬉しくて仕方がないんです。ずっとこのままがいいなという気持ちから、その状況をすんなり受け入れてくれるはずですよ。この脈ありサインはとっても分かりやすいので、見誤ることはほとんどありません。相手が拒否しなければ、脈ありと判断して大丈夫ですよ。3、よく話しかけてくる。好きな相手とは1秒でも長くおしゃべりしたいと思うもの。楽しい時間を共有するだけでなく、相手のことをより深く知ったり、自分のことを話したりと、情報交換的な意味でもできるだけたくさん話したいと全ての女性が思っています。ただ冒頭でもお話しした通り、女性はどんなに相手のことが好きでも基本的に待ちの姿勢を崩しません。男性からアプローチしてきてほしいと思うのが女心なんですね。ですから、よく話しかけてくると言っても、誰がどう見ても好意が見て取れるような話し方はしないものなんです。あくまでも仲のいい友達レベルのテンションに抑えながら、それでも断るごとにあなたに話しかけようと試みます。なんだか最近よく話しかけられるなとか、なんとなく自分の近くによくいる気がすると感じたら、それは女性の精一杯のアピールです。男性からするととっても分かりにくいんですが、どうにかしてあなたと話したい、でも自分からグイグイ押すことはできない女性の葛藤を分かってあげてほしいなって思います。ここでもしもあなたのタイプの女性や過去の恋愛について聞いてきたとしたら、あなたへの気持ちは最高潮に高まっています。
隙バレ覚悟でこんなにストレートな質問を投げかけてきているはずなので、あなたからも相手に同じ質問をお返ししてあげたり、好感触ならデートにも誘ってあげてくださいね。4. 探りを入れてくる。あなたが何気なく言ったことに対して根掘り葉掘り質問してくるようなら、あなたに特別な感情があるからこその質問攻めです。あなたが他の女性に気があるのかどうか、そして自分の他にもあなたのことを狙っている女性がいるのかどうかを知りたいという気持ちですね。例えば、来週キャンプに行くんだよねと軽い気持ちで相手に伝えたとします。この時、そうなんだ、どこに行くの？キャンプって準備するの大変なんじゃない？何人で行くの？体力いりそうだね、男の子だけで行くの？という感じで相手から次々に質問が続くようなら、間違いなく探りを入れています。本当はメンバーに女の子がいるのかどうかが聞きたくて仕方ないんですが、女の子もいるの？という質問はあまりにストレートで、あなたに隙バレしてしまう可能性がありますよね。そこで女性はあくまでも世間話のノリでいつも通りのテンションをキープしつつ、あれこれ質問してしまうんです。逆に、キャンプなんて健康的でいいねなんてあっさり流されてしまうようなら、これは残念ながら脈なし。ポイントはテンションの高さではなく質問が多いかどうかです。また仮に女の子も一緒だと分かった場合に、仲いいの？とか、よく会うの？いつから知り合いなの？なんていう探りが入ったら、確実に相手の女性をライバル視して警戒しています。こういう時に話を濁してしまうと誤解を招きかねません。恋愛感情はないときっぱり伝えておくのがいいですよ。5. 絵文字が多い。 LINE の文面って実は驚くほど相手の本性がはっきり見えてしまうんです。この絵文字が多いという項目も女性の本心を見抜くのにとっても有効なんですよ。女性は好きな男性にはどんな時でも可愛いと思われたいもの。自分の容姿や内面だけでなく LINE の文面もその対象。パッと見の可愛さにも実はかなりこだわっているんです。なんかそっけないなとか、もしかして脈なしとあなたが勘違いしないように絵文字をつけることでこっそり好意をアピールしているんです。他には少しでも長くやり取りを続けるためにちょこちょこ質問を挟んできたり、友達とご飯行ったよなんて写真付きでメッセージを送ってくるのも立派な脈ありサインです。逆に了解とかはーいなど短文ばかりで絵文字がなかったりスタンプしか送ってこないようなら、現時点では脈なしです。今すぐ相手との会話の履歴を見返して相手の文面をチェックしてみてくださいね。5つ全てに共通するのが、今よりもっと距離を縮めたいという気持ちです。相手はあなたともっと仲良くなりたい、特別な関係になりたいと願っています。ここでスルーしてしまうと脈なしだと勘違いされて、相手はあなたのことを諦めてしまうかもしれません。せっかくのチャンスを棒に振る前に、ぜひあなたの方からも相手に積極的に話しかけて、どんどん距離を縮めてあげてくださいね。相手はあなたからのアクションを待っていますよ。今日の動画は以上になります。いつもたくさんのコメント本当にありがとうございます。動画の率直なご感想やこんなことが知りたいというリクエストなど、今後もどんどんコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。また今回の動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。